さて、緩和9台。そろそろ本編に戻りましょうか。こちらが矢坂光先輩。私が入ってるアニメーション研究部の部長さんす。どうも。さっきはすいませんでした。その通りす。先輩、笑うっすよ。なんつった？ひぃ、怒っちゃダメっすよ。落ち着くです。話せばわかるね。なら事情を説明しろ。嘘ついたら分かってんの？もちろんっす。実はしかじか。はあ、脅迫メール出した？先輩にバレちゃったから色仕掛けで逆脅迫？悪く言うとそうなるっす。よく言っても同じだ、このバカ人が。本当にすいません。バカ後輩たちが迷惑かけちゃって。ほほん、あれですか。でも、ちょい違いますね。まだまだ甘いっすね。怒りと絶望を込めなきゃっすよ。それに、非日常感が足りないですよ。さすがパティ。ならここは一発よろしく。オフコース、次期当主があの子に代わってビシッと行くです。先輩、よく見るっす。パーティー直々のあれですよ。先生、お願いします。3、2、1。あんまり突っ込むと井戸に突き落とされます。スイッチ入っちゃってるね。まあ、ひとまず落ち着いたとこで。ヒヨリン、パティ。あ、はい。イベントがやりたいのはわかるよ。でも迷惑かけちゃダメじゃん。
こんなことしてどうなるかわからない年でもないでしょ。はい。本当に反省してる？だいたい二人ともね。でもですね、こんなとんでもないことして。それじゃあ二人は後でたっぷり絞るとして。後は怖いね。私もだよ。でもお説教で済むなら助かった。どうにかなるんですか？今すぐ出すっす。パディ、ノートパソコン貸して。ラジャーです。このメールアドを使って、ごめん、どうしよう。ごめんなさいって素直に書いたら？爆弾なんて持ってないってこともさ。ちなみにさっきのバレてたら、アニケン取り潰しになってたよ。嘘。本当だよ。だからマジで反省しなね。わかりました。でも二人ともさ、イベントはやりたいんだよね。もちろん。もちろん、今から考えるんだよ。よくわかってらっしゃるっす。それを言うのはうまくいってからにしなよ。というわけで、先輩、何かいい案ある？
ないでしょうね。わっさり切り捨てすぎっす。じゃああんの？ないっす。それなら聖地です。ないっすよ。せめて有明にしときな。ああ、そういえば今日ってコンプの発売日だっけ。私も買いたいものがあるっす。今ならまだ買い物してきても帰ってこれるし、行ってみるか。お店の人が優しくリードしてくれるっすから。そうそう、リラックスしてていいんですよ。そこはノリで。でも本当に店員さんは親切ですし、心配しなくてもいいっすよ。その通り。俺たちに任せておけ。あ、あなたは店員歴8年の大ベテラン、このアニメイト秋葉原店店長、電気ガイさん。そしてアニメイト池袋本店店長、アニメ店長ことアニサワメイトさん。あとは任せろ。アニサワメイトはアニメ店長である。そして俺、電気ガイもアニメ店長である。青少年疑うな。人を疑うとき、自分の心に闇があると知れ。演者どうした。ところで君、初めての来店だな。すごいっす。どうしてわかったんですか。
もちろん俺たちがアニメ店長だからさ。お客様は神様です。その一言一言に店の運命が宿る。さすがはアニメ店長。そこに秘められる憧れる。細かいことを気にするな。それより兄さんはやるか。うどん店長ファイト、レディーゴー。初めて入店されたお客様向けの突発的かつ不定期なイベントですよ。店長たちがおすすめを選びますので、お好きな方をお買い上げくださいね。問答無用。貴様、この商品を知っているか。それはまさか。ネオスポコン代表、多少は振りかぶって。教えてやる。ネオツンデレ代表、ロゼの使いや。ナイス店長。関西弁ツンデレ激萌え。ロゼを買うっす。電気店長おすすめのロゼ原作ラノベを買うっすよ。ノー野球でドラマティックが止まらないです。その通り、時代は萌えだ。違う、萌えだ。ですから。さあどっちだ。お買い上げありがとうございます。ワンマープリーズ。私も買います。だからこっち進めてたのか。たまってるものは共有したくなるね。私も買おうかな。ちょっと待て、この楽しみ方は違うだろう。No problem。 楽しみ方は人それぞれ。
地があると偉い人も言ってるで。電気、貴様の負けだ。畜生、俺の萌えが、俺の萌えが。死して屍拾うものなし、それがアニメ店長だ。何やってるか。撃て、撃つぞ。どうしました？時間時間、そろそろ帰らないと。マジマジ、やばいですよ。ヒヨリンたちも早く。いいから急ぐ。ゲット。カード、カードゲット。カードゲット。カードゲット。ゲット。ご来店ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。
ただけじゃん。ごめんなさいね。私なんて買い物すらできてないっす。参考にするんじゃなかったの？本当あんたたちは。聞いてないですよね。あ、それはですね。コスプレ同人誌即売会が開きたかったんです。できるだけ簡単に説明します。コスプレして自分で書いた本を売るっていうイベントなんですよ。楽しいっす。よかったじゃん。ここにニーズがあるよ、ひよりん。ありがとうございます。にひひひひ。むしろ照れてるね。かわいいな。
それは無理っす。もうやるのは決まってるっす。で何かしようと思ったら先週末までに申し込まなきゃね。ですね。ぶっちゃけ無理です。先輩、生徒会会計の権力でなんとか。無理、たかが知れてるよ。それに会長ならともかく会計だしさ。ノー、裏のボスですよ。マリーズパワー。漫画じゃあるまいし、ちょっと無理だね。イベントを承認できるほど発言力の大きい人か。しかもこういうイベントに理解がある人じゃないとダメっす。そうっす。そうじゃなければ宝先輩にお願いするんですけど。そうっすよね。あの人しかいませんよね。ひよりん、誰それ。そうですね、泉先輩は私たちのことを理解してくれて。ノリはバッチリ。すっごく頼れる。ってこれぐらい褒めればうまくいくすかね。ですよね、宝先輩を言いくるめではなく説得してくれるっすよね。他に心当たりもいないんだしさ。
しよ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 し、燃え、あ、じゃなくて燃えてきた。ベタだけど、物で釣るとか？なるほど、定番ね。そうするとして、泉先輩って何だと喜ぶっすかね？オタグッズはどう？レア物でござるよ、ニンニン。あるさ、泉先輩が欲しがってたゲームのフィギュアを持ってるっすよ。写真と、ちょ、おま、あれと一緒にすんな。すっごい可愛いよ。飾ってたお宝っすけど、これもイベントのため仕方ないっすよ。おっと、イヤリンばかりいい格好をささないね。まさかパティもレア物を。どうでしょう。一日執事になってお使いいたしますっていう券を作るんですよ。なるほど、いけるかも。天族の執事が一日ください。執事。でも今ここにいる男の人って先輩だけですけど。絶対似合うっすよ。私が保証するっす。むしろ本を作りてー。
を勉強すれば完璧っすよ。そうですね。先輩はどれがいいと思います？するね。あれはまだこっちでも出るからいいっすけど。いやー、でもイベント増えてるのはちょっとムカつくよね。事情なんですよ、きっと。何気に今の会議、全否定ですね。大丈夫すかね。ガンホー怖がってなおなお突撃あるのみです。呼んできてください。ごめん、電車がもろこみで。うわぁ、すっごい懐かしいネタだ。わかるとは通だね。あの
手加減なしなら結構傷つくんすよ。ごめんごめん。で、用事ってそれ？ここでリターン待ちとか？了解っす。実は折り入ってお願いが。へえ、コスプレ同人誌即売会ね。またひよりんらしいことを。ただっすね、そのクラスのイベントは決定してまして。コーネタの力を貸してください。みゆきをローランクするですよ。ローラックってまた難しい言葉を使うね。そんなことないです。 BL では基本ですよ。パーティー、脱線しちゃダメ。今は真剣に。ですね。断る理由ないもん。っていうか、タイカもいないよ。本当ですか？どうせグッズとかでしょ。ああいうのは自分で買わなきゃ意味ないもん。確かに目から鱗落ちた。っていうか、ちょっと尊敬。うふふふふ、基本だよ。それでイベントなんですけど、大丈夫そうすか？ああ無理、限りなくきついと思うよ。愛のままに起こったことを話すさ。オッケーなのにダメって言われた。何が起きたかわかんないさ。ヒヨリンが壊れた。もう悲しいけどこれ現実なのよね。時期的なことっすか？それともやっぱりコスプレが。
また発想が飛んだね。先輩、そういうの危ないですよ。宇宙人っすか？それは危険っすよ。宇宙人なら私の出番ね。ほら、これを装置して、パーティー似合う。ぐるるっと治療して、そろそろ大人の事情で危険な気がするんだけどさ。軍曹が出てきてないからギリギリ。ヒヨリン、それ以上はアウト。パティも目を覚ます。もう少し人目がなければね。またにお忍び。だからいい加減にしろってば。文言文わかる？小説とかを書いてるクラブっすか？創作系なんだよね。二次創作系絶対禁止らしいよ。キツ、私絶対無理っす。でしょ。ねえ、そこがどうしたんですか？今年の学園祭何やるか知ってる？こう呼んで展示&販売会だってさ。嘘、もろかぶりじゃないっすか。ごめん、去年は展示会だったから濃着だった。創作系で基本純文学だから先生たちの受けがいいんだって。一応聞いとくけど、ひよりん、いつも通り？ういつ、その仲良しすぎる先輩後輩とか友達同士とかさ。もちろん性別は同じですよ。っていうかヤバすぎだよ。いわゆる公共領族に、には確実にペケだろうね。けど楽しいっす。それが一番やりたいっす。ちゃんと指定もかけますから。気持ちはわかるけどさ、 TPO があるしね。あっちは清く正しい創作活動で、こっちはハードな妄想じゃん。許可取るのも難しいんだよね。書いた本を売りたい。ただそれだけなの。
明日まで待てない？わかったっす。泉先輩、よろしくお願いします。とりあえずウェイトですね。もう何もできないのが辛いです。そんなわけないじゃん。というと、こういうことよ。時間の経過と思いね。さて、行きますか。さすがヒヨリ、運ゲームのイベント妨害するね。イエスイエスイエス、展示会をやめさせる証拠を見つけるっすよ。なくて、そういうのはもうやめようよ。だったらどうするね。ゲリラ的にでもいいから、イベントを開ける場所がないかなって思って。見つけたいの。とりあえず1階から探そっか。 OK、 じゃあこうね。ミッション1、空き教室を探せ。それさえ見つければ一気に解決。よし、